株式会社リバンプは東京都港区に本社を置く経営支援会社。現場主義を貫く経営支援業務を行う一方、自ら事業経営も行う。ファーストリテイリング元副社長で企業再生支援ビジネス企業、キアコンを運営していた沢田隆ファーストリテイリングの社長を務めていた玉塚源一が2005年10月にリバンプを設立。 沢田が運営していたキアコンを解散、廃業して、玉塚と共同で企業を真から元気にするという新たな理念のもと、企業経営支援コンサルティング業務全般、経営者実務など企業再生ビジネスを手掛ける。社名のリバンプは刷新するの意味。現在はアクセンチュア出身で当時副社長だった湯浅が代表取締役社長に就任している。 2005年の創業以来、企業を真から元気にするをミッションとし、中長期的な成長を目指して、企業経営及び経営支援を行っている。経営マーケティングとデジタル &IT の技術を使い経営支援業務を行う。事業変革を伴うトップライン成長、それを支える IT を含めた徹底的な業務改革、これらのマーケティングと IT、 経営の3位一体のサービスをワンストップで提供できることがリバンプの大きな強み。マーケティングにおいては自社で CM やアプリの制作、IT においても必要があれば機関システムの構築をすることが可能。基本的には実行するための道具が全て揃っている。過去には ロッテリアの再建を行いリバンプ発の再建案件として多くのマスメディアにも取り上げられたり2006年にアメリカ合衆国の大手ドーナツチェーンであるクリスピークリームドーナツを新宿サザンテラスに1号店を開店したりと話題を集めた現在は良品計画などの大手小売業や大手シネコンチェーンの再生やカメラの北村の事業再生においてクリエイティブの力で 経営支援業務を一部行うなど、様々なクライアントに対し経営支援業務を行っている。一方、自社で事業経営も行っている。2014年7月に六本木ヒルズにオープンし、現在では都内に4店舗を構えるレストラン、エックセレントやカプセルホテルを運営するーアワーズなど、様々な分野の事業に出資、経営参画している。 2020年7月には、エクセレントの新業態店舗として、焼きカレーパンのテイクアウト専門店、ベークリーが、ラゾーナ川崎内にオープンした。ありがとうございます。